鉱山列車出発します。皆様、ご乗車いただきありがとうございます。新居浜ふるさと観光大使の水木奈々です。本日車内案内をさせていただきますのでよろしくお願いします。その前に皆様にお願いしたいことがございます。途中狭くなったところを走りますので危険ですから、ドアを開けたり席を立ったり顔や手足を外へ出さないようお願いします。また騎乗の際は係員の指示に従ってください。約束ですよ。このトロッコ列車はものづくりの町新居浜で製作され、2019年3月1日に新しく誕生しました。明治26年日本で最初の山岳鉄道として別紙の山を走った蒸気機関車別紙1号を 83% に縮小しリアルに再現したものです。1両目には豪雨さんが行動に入るときに乗っていた人車、一般の人も利用していたカゴ電車があります。当時と全く同じ大きさですので臨場感を味わってください。最後の列車は昭和25年導入の電気機関車をモデルにしています。操縦席の隣には子供さん向けの模擬操縦席がありますのでお楽しみください。ありがとうございました。到着です。